ち行きやすそう。で左行くんじゃないですかね。あ、いや、下崎さんより右に行きやすいですね。つま先は下がってないです。じゃあまっすぐっすよ。俺がちゃんと打てればね、はい、感覚。オーケー、本当にまっすぐ。なんでそのさ、なんかどっちだどっちだみたいなさ、二択でさ、自分でさ勝手にさやって、今そういう風に言ってきたもん。つま先下がりだとか、どっか行くのかなって下がってねえから上垂れてんのかと思っちゃった。いやいやいや、もう平行感覚の話になってくるからね、それ。いや、これつま先下がりかなって俺思って言いましたから今。つま先下がり、本当に面白いからやめて。オッケー、ナイスグー。左でいいよ、左、もっと左。オッケー、そこ、あとちょっと近く取って。オッケー、オッケー、ナイスショー、最高。なんで左向いてって言ったかというと、あそこにボールを置きたかったから。あそこっていうのはここで、バンカーとバンカーの間で通せるじゃん、今度左から打つと。でもさ、ホワイトの距離からして、ここには、左には打てるけど、右に打ったとしても次バンカー越えになっちゃうわけよ、絶対に。そう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 、はい、もう自分の距離を知る。しっかり見える、球を目視できるところにあるってことだね。はい。まあいいんだよ、今はね。今はね、今は。もう一回、上半身だけで振って、うん、めっちゃ下半身滑ってたよ、足が。上半身だけで OK で、右に行きやすいんです、ここ。なんでかというと左足上がりだから。なのでピンよりも左に向かないとダメです。そうです、だから傾向だよね、ミスの傾向。それは私も言えることだから、だからそれを計算して向きを変えたりとかするわけよ。だからミスをしないって言ってるけど、してるから、私だって。だからミスに見せかけない感じですね。ちげえか。見せかけないじゃなくて、そっちに行くのが分かってるから、じゃあどうするっていう対策、ね、ミスの傾向と対策、数学みたいだわ。上げたら落とすよ、上げたら落とす。おー、いいじゃん。感染チック弱くね。おー、いったナイス。そこから2回で行こう。弱いのが分かれば良い。そのまま続きましょう。で、どっちに曲がったかとかっていうのを見ててね。もっと右向いて。逆。OK。引きずらないよ、足。左に曲がったよね。はい、どうだ、ナイシーン。また振った気がする。ナイス。パー4なんだけど、4番ホール、ちょっと長いんだよね、ここ。441ヤード。はい、風はどっちから吹いてますか。
じゃあ草むしって、草じゃないけど芝むしってハラハラハラってやってください。はい、自分の方に来ましたね。揚げです。揚げの右から左ですよね。ってことはスライスしたとしても微風でも分かるんですか？何もしなくても分かるよ。今でしょ？分かるよ。まあ右にもしスライスしたとしても、まあ多少は収まってくれるっていう感じだから、黄色は旗狙い。オーケー、最高だね。ナイスショーで、本来だったらもうちょっと曲がるわけよスライスで。お、超いいとこじゃん。毎回当たり前じゃん。あ、そうなんだ。ちょっと風吹いてんなって思ったらどっちかなって思ってパッてやって、あの強さとか、あとはその上木の先端とか見て、なんかこうやってしなってたら、あ、結構上吹いてんだなとかっていうのを感じて、じゃあこっち打ってっても、私は左から右にあの風が吹いてたら、あ、まあ多少服はきつくなっても、まあ別にいいやみたいな。別に成功してるわけじゃない、全部じゃなくて、自分はどういうミスが出やすくてっていう傾向を知るん。なるほど。まずはそのライト風で、それによって自分にどういう影響を及ぼすか、うん、でそっから、あ、じゃあ風がグリーンの場合右から左に吹いててくれた方がスライスが多少収まるから、ここに狙っていってもまあ大丈夫だろうなっていうのを考える。まず考えることが大事。オーケー。どうす、オーケー、膝曲げ伸ばしやめよう。そのまま動かさない、伸ばして OK。 左膝がだん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 曲がってくるわけよ。まああんまり言わないんだけどね、まあ、だいぶ前から曲がってました、はい、なんで比較的伸ばしましょう、はい、膝の曲げ伸ばしがね、一番コースに出た時にやっぱりやっちゃいけないことの一つだよね。膝曲がるじゃん、膝が、ここめっちゃ前に出る。まあ、別に曲がってもいいんだけどね、必要以上に曲がっちゃダメってことね。はい、オッケー、大丈夫よ。はい、風強いね。そうですね、上げてるんだよ。はい、どっちから、はい、感じまして、おお、いいんじゃない。うい、ナイソン、もうちょい来て欲しかったか。これ出たよ、え、出たよ、高望みはい、オッケーオッケーって言うのはい、オッケーオッケー、はい、そうです、そうです、ね、それによって気持ちを切り替えるわけ、次に。あ、なるほど。そうだから、今の打ったことはもう忘れるの、それで。だから私とかさ、なんかミスった時にさ、はいとかさ、終わりとかって言うじゃん。あ、言うのよ、うん、で それってあの別にそのショットが終わったとかそういう意味じゃなくて、あの切り替えろって、そう、切り替えろってこと。 OK、 そうだ、いや全然いいよ、全然いい、空振りよか、全然いいよ。もうね、空振りはね、午前中の一番最初で終わりにしましょう。あれ、先っちょが出てた。あ、そう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 。ってことは？もうちょっとこっちかも。違うよ。遠いんだよ。あ、そういうことか。そうだ。OK、ナイスオン。っていう感じで、とりあえず乗ってくれるのよ。それだと、そのユーティリティだとね。はい。うん、そうそう。で、そこからパターでやればいいじゃん。じゃ一緒に読んでいこう。右と右見て。いや、そうするとフックなんですよ、うん、そうだよ。けど僕のイメージだとスライスなんです。何イメージ？お前のイメージ知らねえよ。お前のイメージ知らねえよ。あ、強い、強いね。そう、短めにって言ったよね。あと2回。そうだ、それでしっかり入れましょう。
オッケー、ナイス。それだったら入るんだからさ、でかく打っちゃダメだよですよね。うん、まっすぐ打ちます。うん、まっすぐ、そうね、右カップ内側見て。なんとバーディートライ。お、決めてくれ。これマジショートはありえないんで。かっこいいアングルで撮ってあげるから入れてくれ。下からガッツポーズするタイプなんだね。タイガー打つといいですね。こっち？こっちです。私上から下。こっち？そう。あー、いいね、かっこいいね。上から下出てこないな。上から下こうだなナイスバーディーでしたね。素晴らしいです。これだから1個あり雷と風で、それによって自分にどういう影響を及ぼすか、うん、で、そっからあ、じゃあ風がグリーンの場合右から左に吹いててくれた方がスライスが多少収まるからここに狙っていってもまあ大丈夫だろうなっていうのを考える。まず考えることが大事。